唐揚げくんだよ。唐揚げくんだよ。俺これは知らなかったよ、森本が唐揚げくんだったこと。ねえかぐらさん。そうね、うん、聞いてみましょう、森本さん。ひなのちゃんは買おうって決めたものをなんかたくさん買ってしまうのか分かんないんですけど、唐揚げくん今日3種類買っちゃって大人買いしちゃったんだって急に自慢してきて、うん、そうなんですよ、なんかはい、そうなんですいやいや、いいですよ、その話聞きたいから、うん、こっちは、うん、ひなのさん、だいぶよ、唐揚げくん3つって。だいぶ大人買いしちゃいました。1日で全部食べるんですもんね、もちろんね。そうです、冷凍したりして。冷凍、ね、唐揚げくん待って帰って冷凍する。コストコじゃねえんだからなかなか行けないってことないんだから。出ちゃった。